い、皆さんこんにちは。囲碁の女流棋士で関西棋院所属2段の飛田咲です。今回も囲碁実況の方やっていこうと思うのですが、今回は目外しという布石で打っていきたいと思います。まあ目外しという手はすごく難解な定石も含んでいる手なのですが、まあね、使いこなせたらそれだけ有利に運べることもあるっていうような手なので、ちょっとトライしてみたいと思います。それではやっていきましょう。対戦開始。対局を始めます。はい、待ちました。よろしくお願いします。今回私黒番で打っていきたいと思います。まあ、今回のテーマ目外しなんですけれども、まあ初手はここに打っていきます。まあここはね、 3×3 で33ですよね。でまあ 5×5 の5の5で、まあこのそれ以外のこの星からこう斜めになっているところっていうのを目外しっていうんですけれども、まあ意味としましては、まあ例えば白にこの後ここに打たれたら、白のあの小目に打った手に桂馬に黒が打って、その後白手を抜いた形と一緒になるわけですよね。まあ、だから比較的働いた打ち方になる反面、まあ、ちょっとこうなんていうか変則的な手っていうようなちょっとイメージがあって、まあ、なぜ変則的かっていうと、そうですね、まあ、白がこうかかってきたらこうかけていって、こう黒が厚みになっていくような図もあるし、白が中に入って、まあ白がこちらから手かかってきたら黒がこのように打って、まあ、地にしやすいと、まあ、地になる可能性もあるし、まあ、こう外にね厚みに塗っていく可能性もあるっていうね、そういうちょっと手なんですけれども、まあ様々な難しい難解な定石をね結構含んでるような意味があるので、まあ結構目外しに打たれたらギョッとするようなところもあったりします。まあちょっとね、この目外し説明が長くなりましたけど、はい、1手20秒でねしっかり打ってやっていきたいと思うのですが、まあコスミつけて立って一間飛び、まあここに打てば一番多いところですね。あるいはかかっていくようなのも考えられるのですが、まあここは無難にねこうやって三間に開いていきましょう。でまあ白としてはこことかこことか、もしくはこっち方面にこう入ってこられるような可能性が高いですね。まあ、目外しに一番多いかかり方はここなんですかね。このやはり3の3、3×3の部分から結構地をねしっかり稼いで取っていくっていう打ち方が多いイメージですが、さあどう来られるでしょうか。まあいろんな作戦があるところだと思いますね。まあ、詰めて打つようなのも考えられるんですけど、まあそうですよね、多分入ってこられるんじゃないかなって気がしてました。まあ、ここでそうですね、私としてはこう桂馬にしていく手とか、あるいは二間にこうねちょっと外して打つような打ち方とかいろいろあるけど、5、6、どうしましょうかねってとこだったんですが、まあかけていきたいと思います。まあこれもやっぱり厚みの5になってくるので、黒としては全局的にこのここにできた壁をどう生かしていくかっていう展開になっていきますね。これね、以前一度ちょっと動画でお見せしたことがあるんですけど、まあ、白こう跳ねて、つないで、伸びてっていう形になりますね。はい。で、まあ、白がこう実利を取って、黒が壁をできたような形になっています。まあ、これももう打ってしまいましょう。これ押さえになりますね。で、覗き、つなぎ、引いて、引き決めちゃおうと思っています。はい、もう一応これもね、定石の本なんか調べたら出てくるような形なんですけれども。読みを始めます。これね、こう取りたくなるんですけど、黒にここ切られたら両当たりなんで、はい、白このつなぎ大事ですね。で、引きに、まあ、継ぐ手下がる手両方ありますが、はい、次で来られました。さあ、ここでこの厚みを黒としては生かしたいので、やはりここはこちらの締まりではなく、こちらからかかっていきたいところかなというふうに思います。まあ、お相手の方としてもこれを制限したいので、挟んでくる可能性もあったのですが、こちらですね。でここでこう広げていくか、まあ、付け2段のね、今風な感じでちょっといくかどうしようかなってところですね。付け2段ですかね。まあ、このように打って広げていくのも考えられるのですが、そうですね、結局こう覗きとか打ち込みとか何かと、制限されてしまうというか、将来荒らされる余地が結構残るので、まあ、堅実に、ここは地を稼ぎに行きたいと思います。ここはこうしてこられるか下がってこられるかのどっちかだと思うのですが、どちらにしようかなっていうところで迷われてますね。下がりだったら押しですかね、この形でしたら。まあ、白のこの押しにはまあ黒こうやる一手なんですけど、そうですね、下がりで来られました。押すと何が気になるかって、まあ覗きなんですけどね、覗きがちょっと気に食わないので、一見にっていう手もなくもないんですが、しかしここは押したいんですよね、全局的に。まあこう来られると思うんですよ。そうですよね。でですね、まあここにかけるのがいいんですかね。やはりかけてこう打って、
切り一発打って飛びみたいな感じですけども、ちょっと詰むのも聞かされなんで、やはりこっちですか。はい、でまあこれを決めて飛びですかね。はい、まあこれもね、ちょっとこう時折見かける手ですよね。時折見かけるというか最近非常にね多いですよね。で、こうだったかな。はい、でまあ切りですかね。あ、まあここで手を抜くっていうのも多いですね。ここで手抜かれる可能性も高いですが、手抜くとしては右上なんですけども、継続して打つかどうかで、そうですね、迷われてたんだと思います。まあここでこうやったらね、なんかここと同じ形になるんですけど、なんかそれをちょっと誘われてるような気がしなくもないが、いきましょうか。四隅取らせて5を打つなってね、格言がありますけど、思いっきりこれ四隅取らせてるので、まあどうなんだろうな、多分ちょっと黒が甘いんでしょうね。もし自分が黒白どっちを取りたいかって言われたら、これはっきり白持ちの布石なんですけども、まああえてこう今日はね外塗りでやっていって、ちょっと頑張っていこうっていうような感じですね。まあ木外しに打っている時点で、そうですね、そういう布石になりやすいのですが、ちょっと待ってください。マイクが取れてしまった。ごめんなさいね。よし。はい、まあこれで戻ってこうですかね。同じになり、ん？あれ？ちょっと待って、慌てて次を打たないで覗いてしまいましたね。はい、これは今つけてもこっちから打たれちゃうので、あのね、損しましたね。7、8、もうしっかり繋いどきましょう。ま、これがそうですね、どう機能するか、ま、ここら辺桂馬に来られますかね、これ。1、2、3、そうですね、これとこの模様を生かすためには、黒としてはこの辺に打ってここの関連付けたいような気もするのですが、なるほど、こちらからですか。うん、それもいいところですね。そうですね、まあ、黒としては方針が立てづらいですよね。この辺打たれたら白模様も盛り上がってくるので、どうかなってところがあるんですけど、まあ、一旦覗き打ちましょうか。一旦覗き打って、まあ、つなぎになるんですかね。の時に、ここどうするんでしょうかね。なんか三元とかっていうのもちょっと気がないし、でもこの桂馬がいいとこなので、でもこの桂馬もいいとこですよね。いやー、でもね、この桂馬も逃せないんですけど、こっち行かれるとこれ弱い石ですから、やはり どうやるんだろう。ねえ、ちょっとよくわかんないポジションなんですけど、打ち込みもあるし、まあ、ここから出られるような手もあるし、でもお相手の方ここから広げてこられる可能性が高いですかね。結構大きくなってくるので、あーでもここですか、まあ、そこもいいとこなのでね、まあ、これには一見飛びで打とうかなと思ってました。次に付け越しからこう当てていくような手をちょっと見ているので、そうですね、白としてはまあここを要警戒なんですけど、あ、そうそうそう、まあ、この形に、ね、一つここつけるのがね、いい手なんですよね。利かしってことで。なんですけど、いい手ですよね。まあ、利かされますけど、まあ、こっち取っといて、まあ、何かしら、覗きかな、何かこう、逃げて打たれるような気がするので、まあ、黒も一緒に右辺からやっていこうかなと思ってます。あ、やはり覗きから、やっぱお強いですよね。いや、それがね、一番嫌だなと思ってたんですよね。まあ、継ぐのは利かされなのですが、しかし、突き越しを狙いたいとすれば次ですかね。ここちょっと強調しときたいんですよね、私としては。はい。まあ、結構ね、白はここと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 ね、しっかり四隅確定地確保されてるので、地ははっきり白がリードしてるんですよ。でまあこの黒がここ勢力圏なんで、ここでしっかりと黒としては戦っていきたいなっていうような場面なんですけど、まあこれ一旦分担していきたいです
ですかね。それとも7この辺から取っとく。9ああ分かんない。ああ分かんないけど、これ分断する手を選びました。白が出てこられたらここに打とうと思ってます。で、はい、白がこう来たらこうやって切れるよって言ってるつもりだったのですが、伸びはあまり見てなかったんですけど、良さそうな手ですよね。油断してるとこの黒本当に危なくなっちゃうので要注意なんですけど、それいい手でしたね。4、5、6、7、8、次、まあ、これ継ぎたかったですね。こっちここら辺もデコボコしてるけど、こっちで切られるとなんか結構こっちがね本当に傷んでくると、もうなんか全局的にわけのわからないことになっちゃうので打ちましたが、はい、まあここで補強ですね。まあちょっとここら辺から少しこう黒にダメ詰まりのね筋を狙われるのを嫌ったんだと思うんですが、6、7、8、難しいですね。まあここ打ちましたけど、まあ次は こっちかこっちか出てこられる可能性が高い。黒はつなげば白出に切りで切れたんですが、ただこちら辺白にこそまれるとこの全体が危ないので、ちょっとこれはね妥協したというか守ったんですよね。で押し、なるほど、まあこの辺に打つよりももうこっちつながるラインで働かせながらつながっちゃおうってことですね。1、まあこれは跳ねたいところだと思います。で次跳ねてこられるときに伸びるか二段跳ねするかどっちかが作戦の岐路なんですけど、伸びたら絶対押してこられるんですよ。で伸びにまた押しってなったときに、まあ一応白に壁ができますよね。それを嫌と見れば二段跳ねが考えられるんですけど、二段跳ねが果たしていいのかどうかってとこなんですけど、とりあえず二段跳ねしたいような気がします。で切ってつないでこう押してこられたら結局壁ができちゃうんですけど、まあ、ちょっとここにね少しこう切り味を残しておきたいなみたいな感じです。伸びかな、あ伸びですか、そうですね、伸びにはまあちょっと押したいけど、押しに伸びてくる可能性もありますかね。押しに伸びてこられる可能性もあるとすればこっち伸びが無難、そもそもこっち伸びるぐらいか。押しに伸びられて黒が得してないのでこれこんなもんかもしれませんね。一応ここでなんとか形を整えながら、まあ少し黒字を作ることに成功しましたね。1、2、3、4、これね、このさっきこう下付け引いて覗き打ってるわけで、これ単に覗き打って、この下付けがないのってやっぱり寄せとしてだいぶ違うので、ちょっとねここの形を見るためになんとなくため息をつきたくなるような気持ちになるわけなのですが、できるだけねこの右上を見ないようにして、しっかりとね局面に集中していきたいところ。これはね一間飛びですかね。一間飛びに打って、あここつなげば一応この白とこの白分断できるので、この白ちょっと狙いますよみたいな空気を醸し出しつつ、こっちの牽制を狙ってますね。あんまり大きくなりすぎないように。でも確定時にされてしまったというわけで、じゃあつなげようかってことなんですが、あんまり大した攻めが効かない気もするんですよ。確かにお相手の方のおっしゃる通り、1、2、3、4、5、6、そうですね、とりあえず大場に行きます。これ大場、これ結構大きかったんかな。これ大きかった気がして打ちました。白が二間開きになるのと黒が詰めるのの違いなんですが、気持ちの上ではなんかこれに先制パンチを加えたかったんですよね。あー打たれた、これねもう本当にひどいですね。これ受けなきゃいけないのかな。抑え部分的に大きいのでそんなもんって気もするけど、ちょっと悔しすぎるのでここは意地の手抜きといきましょう。6、7、どう攻めるのかが分かんないんですよこの石。あーちょっととりあえず覗いたんですけど、この一段の詰め寄り方が分かんないですね。なんかちょっとねこの白にアクションを起こしたいような気がします。1、2、3、4、5、結構ね上辺の印大きいですね。今ざっと数えたんですけど、まあ普通に打ってたらそうですね、地合いは少し悪いのかなって気がするので、どうしたもんかねといった感じです。6、7、8、9、まあそこはかとなくこうちょっとこう盛り上げてる風な雰囲気を出しつつこの白に詰め寄るみたいな作戦ですね。ここ飛ばれたらねここガラガラになっちゃうんですけど、もう仕方ないです。ある程度入られちゃうのは100も承知でやっていきたいと思います。
ツケはまあ出て出には切りでね打ってこの石とこの石を切り離してしまって1、2、っていうことですね。3、4、5、こっちから行くぐらいですかね。まあこれに多分のこう打たれると思うので、まあ、それに押しを決めて1、2、3、4、5、寄せ合いなんでしょうかね。6、7、8、あ、膨れで、はい、これはもし黒がこう打ちたくなるんですけど、こう打ったらこっから当ててこの1目黒にわざと取らせてこっち突破しちゃおうっていう1、2、怖い手ですね。4、油断のならない手というか、これはこっちをつながないといけないと思います。で、こうですかね。あ、でも跳ねようとされてるのかな。あー、でも、はい、こちらですね。これ一発押し決めたいですね。押しを決めて、こう伸びと変わった時に、まあ、これで大体この白は生きとしたものなんですね。生きとしたもので、まあ、ここら辺にダメ場を打たされるのを省略した白のうまい作戦だったと言えると思うんですけれども、まあ、この羽、これ羽継ぎとかね、なんか打たれるの大きいんで、もうこれ黒いきましょうか。押さえに変われば羽継ぎまで決めて先手ですよと。まあ、押さえないで、こっち先に打たれる可能性高いですかね。1、2、3。そうね、結構大寄せに入ってきてるような感じです。そうですよね、やっぱり。はい。もうしょうがないんですよ、これ。黒はこれに手抜いてた時点でもうねこうなる運命だった。これは出を決めてこうですよね。でこんな感じですかね。どうなんでしょうね、試合なんか細かそうな雰囲気も出てて、ここが結構ね黒字になる可能性があるんですよね。こうグーッと押していって、まあ、わかりやすく言えば、こう押していけば、なんかこう、ちょっとずつここに陣地ができてきそうな雰囲気じゃないですか。まあ、ここに結構まとまると考えれば、結構細かいじゃないかなっていう気がしますね。1、2、3、4、5、確定要素が多いので、まだ、なんだろう、いい勝負だと思うんですよ。ああ、いいところですね。はい。これはいい利かしですね。次ほっとくとこの辺りから入ってこられちゃうから受けとくぐらいかなと思うんですけれども、これ一発で何て言うんだろう、こう盛り上がっていくのを牽制されましたね。こうしたちょっとしたね、これ利かしっていうんですけど、こう何て言うんだろうな、ジャブみたいな手なんですけど、いい手。ああ、やはり、いやー素晴らしいですね。いやー、次に私ここ打とうと思ってたんですよ。先に行かれちゃいました。自分がいいとこだなって思ってるところって大抵相手にとってもいいところだから、もう早い者勝ちなんですよね。まあ、ここ入っていきましょう。打たれなかったから入っていく。まあ、白も手抜く可能性がありますよね。手抜いてどんどん入ってこられるのかな。意外とね、これもね、オーバーがねなくて打つ場所が結構なくなってきてるような感じなんですけど、それはね、ギョギョでございます。難しいですね。なんだろう、これは大ゲイマの一つの弱点ではあるんですよね。4、跳ねたら跳ね返そうっていうことだと思うんですよ。7、8、9、まあ一つの勝負どころなので、ここは考慮時間を使って考えたいところなんですけど、非常にいい手というか、この手を打った時点でこれを見ていたのかな、もしかして。だとすれば、なるほどな、うまいなって思うんですけど、対応がわからない。6、7、もう一回使います。もう一回いけますよね。残り一回なのでラストです。跳ねてこうやって切ってこう来て、こうやるとどうなってるんだって感じです。あるいはこっちから打つ手もあるんですよね。妥協策ですけど、6、これ何なんですかね。これどうなってるんですか。これちょっと見てみたいですね。これに、まあ、こう引いてきたらこうやって渡れるので、こう白が来るのが一番怖かったんですけど、なるほど、こっち。まあ、ここで、まあ、当てつないでつなげば一番無難な、分かりやすい進行で、切る手が成立するかどうかですね。5、6、7、8、読めないまま時が過ぎていった。仕方ない。これはもう、なんか、ちょっと妥協策ですけど、
まあつなぎになる。いやこの手で切る手が切って伸びて這う手がどうだったんだろうなってちょっとねもうちょっと読み入れたかったんですけど、なんかいかんせんちょっとね読み切れなかったですよね。失敗すると終わるんですよこういう手って。まあこれは次ぐらいだと思います。ちょっと削られましたよね。ここあの大ゲーマに開いててこのラインで黒字になりそうなところちょっと削られたんですけど、まあ見方によってはちょっと削られる程度で済んだ。はい、C もっときつくいく手もあったかもしれないっていうとこですね。どんどん踏み込んでこられています。あーいいラインですよね。なるほど。そうですね、これどうするんでしょうかね。6、7、8、9、これちょっと大きいんで一回打ってみたいかな。で押さえて切りにはすぐ当てできるからここそんなになんかそんなひどい目に遭うことないと踏んだんですけど、なるほど。なんかでもどんどん入られると嫌ですね。嫌ですよね。これは次ぐらいなんですかね。あ次ぐらいですよね。1、2、3で羽とか効いて気持ち悪いのかな。あこれ一発で、なるほど抑えか。いや逆にだからこの手で猿滑りをしちゃう手もあったのかなとかちょっと考えたり、いろいろと悩みが深いところなんですけど、1、2、3、どこが大きいんですか。ところで5、6、7、8、え、あー分かんない、変なとこつけちゃった。なんかちょっとどこが大きいか分かんないですね。どう寄せたらいい、よかったんですかね。まあここは止まってるわけで、いやこういうなんか漠然としたことって難しいですね。なんだろう、6、7、もう本当に寄せに入ってきてるんですけど、残り1回です。でね慌ててこういうとこつけちゃったじゃないですか。こういうところでうまくいくこともあるんですけど、すっごい損しちゃうケースもあるので、はいね、ちょっとどうだったんだろうってとこなんですけど、1、2、3、この押さえとか結構大きいですね。はあ、あー頑張られちゃったかやっぱり。ってことはこれちょっとね損しちゃう可能性が出てきたので、黒としては気をつけないといけないとこなんですけど、1、2、3、まあ一種の勝負どころを迎えたとも言えるんですよね。7、8、9、何やってんだろう。でもなんか結構本当に和やかに寄せを迎えて終わるのかと思ったら、まあ私のこの手に対してまあ最強に反発されたので、ここでちょっと戦争が起きる可能性があります。これ私失敗するとすごい大損するので、これ丸ごと取られたりとか、あとひどいいじめに遭うような展開になれば、大きな損しちゃいますから、1、2、3、すごいそういうところを気をつけていきたいんですけど、5、6、7、どうしたらいいんだろう。とりあえずつける困ったらつけるんですけど、まあ、これこう押さえてこられると思うので、それから押しとかですかね。ただね、こう逃げていった先に白が待ち構えてるっていうのがちょっとね不安なんですよね。ちょっとねやばいことをしちゃったかなって不安な気持ちに駆られつつも突き進むしかない今日この頃ですね。これはもう押しですかね。とりあえず押して、あ白もねこれ切りは黒に当て返されて下がりにつながれて、なんだろう、だいぶバラバラになっちゃうんですよね。だからそれ打ちづらいなって。でこれさっきつけ一発打ったのには、まあ、一応ちょっと理由があって、ここでこの膨れを打てるんじゃないかと思ってるんですね。膨れを打って白のぶつかりつなぎの時に、白がこう来た時に、まあ、両当たりができますよっていう、ここのこことここですね、形にしてました。これはやや少しちょっと黒としては削れてありがたい進行になったんじゃないかなっていうような気がします。なんだろう、 うっかり出ると割り込まれて悲劇が起きるのかなってところなので、1、2、3、4、5、6、7、8、超筋悪いけどこれは先に打つってことですかね。先に打って次にでつなぎですかね。ちょっとめちゃくちゃ筋悪い打ち方なんですけど、まあ一応ちょっと白地を削ることに成功したかなと。まあここつなぎに多分白バックしないといけないと思うので、一応長所を削れたかなということにしておきたいなという感じがしますし、次にこの切りがちょっと打ってみたいような感じもするのですが、どうでしょうか。切りを打つか、もしくは1、2、3、4、5、6、この
も3って結構大きいんですかね。あ、分かんない。でも打っちゃいますか。まあ、切りは意味があって、この2目がダメ詰まったので次根元から切ってつなぐような手が生じますよね。でこっちつなぎになればまあ1目抱えられますよっていう意味なんですけど、この1目抱えにどれぐらいの価値があるのか、大したことないと言われれば大したことないような気がするわけですが、ちょっと待ってください。ヤブヘビだった可能性もしかも出てきて、伸びたら出ようってことですね。あー、ヤブヘビですね。これは完全にヤブの中のヘビをつつきましたね。全く余計なことをした雰囲気が漂っております。これ出たらまあこう来るわけですよ。これ出に引かなきゃいけなくて、こっちが傷んだのでなんかね、ただの損だったと思います。まあこっから出て出るっていうのはもう筋ではあるのですが、まあうまかったですよね。うまかった。いや、うまかったでございます。もうこれ7出てきるのか、うわ、わかんない。まあこれ絞られちゃうし、こっちもちょっと荒れちゃうので、ねって感じですね。まあしかもこう絞られながらどさくさに紛れてこの切りまでなくなっちゃうというね、ちょっと何をやってるのか非常にわからなかったわけですが、まあここはでもお相手の方のね、この当ててこう出ていくこの手はぜひいい手だなと思った方は参考にしていただけたらと思います。よく出てくる筋ですね。ここでこうかけつごうってことですかね。ここかけつがれるとよく見たらここがビターって止まって、ここが白地に発展していく可能性がありますね。6、7、8、ですよね。いい手だし私の作戦が変でしたよね。ここはどう削ったものか、まあ、この辺まで行くんですかね。6、もうただただ8、こっちにしとくか。ただただこの相手のなんだろうな、模様を減らしてるだけの手になっちゃうんですけど、仕方ない。ここら辺も泣き寝入りですかね。こうつなぎたいんですけど、ちょっとダメ詰まりで気持ち悪いから、ここちょっと削れて喜んでたんですけど、こっちが削れたのでまあトントンになっちゃった感じですね。細かいと思いますね。すごく3細かいような気がします。はい、そういう手にも受けなきゃいけないところに悲しみがありますね。どう受けるのかがまた難しいところなんですけど、1、2、3、4、5、6、7、はい、受けときます。ここら辺とかも大きいですよね。そろそろこの辺が大きい。そんなに目に見えて大きな場所っていうのがこの後はないので、1、2、3、4、5、6、7、これもそうですね、受けなきゃいけないですね。そうですね、まあこことか、ああ跳ねてね、そうそう、こっち盛り上げるというか、ちょっとここのラインが少し薄いですよって言われているような感じですね。1、2、3、4、5、まあ大きそうなんでここ打ちますか。8、これなんか切り離されて危なくなっちゃいますかね。何かツケとか打たれちゃいますかね。切り離したことにより、ちょっとこの白が若干この辺切れてくると眼形がなくなるような意味も出てくるので、まあ慎重なところだと思います。まあ伸びはそうですね、いい手ですね。ここつながりつつ、この石の分断を狙っていますね。1、2、3、これ羽が先手だと思うので羽決めときましょう。これにはこうなると思いますね。白がほっとくと黒に跳ねられて、はい、死活上ピンチになるので欠かせない手かなと思います。さてこれとこれが切り離されては大変なので、黒としては何か守りの一手を入れておきたいところ。1、2、でどう守るのかっていうことで今頭を悩ませているのですが、コスミとかかな、変な手ですけど、でまあ部分的にここに打たれてこうガチャンって打たれたら切れちゃうのかな、 A と B が見合いで。ただしこっちの白も切れやすくなっちゃうから、ちょっとすぐに白がここ手を出しに来るのは難しいかなってことで打ちましたね。あ、それはいい手だと思います。でそうですね、なん
としては、まあ、ここ切られるのは最大限気をつけなきゃいけない。ただ、まあ、覗きは後で効くので、まあ、これいつか打っときましょうかね。危ない雰囲気だから。なるほど、つけ。つけは良さそうな感じがしますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9。わかんなかったですけど、わかんなかったですけど、ここに打ちました。何の解説にもなっていないけど、この白はどうなってるんですかね。例えば黒から覗きつなぎでこうやって出ていって、こう割り込んでいって取るような手ってないのかなってちょっと今考えてるんですけど、どうなってるんですかね。しかしこれ中で生きる手が、あるのか、ぶつかりつなぎでこれで生きてるのか、別に。7、8。ちょっと待ってくださいね。これ何ですかね。つないで当てたら根元から切られて危ないんでしょうか。切りつなぎの切りが効いてるんですけど。1、2、3。ちょっと待ってください。ここ切って、こっちから切って抜いて引いて、こう打ってこう打ってこう切って切って、放り込んでこうやって攻め合いは、って負けてんのかな。でもこのまま白地になったら負けなのでやっていったんですけど、そこでそっか、伸びは冷静ですね。伸び冷静ですね。いい手ですね。切ってつないでこうやったらこっちから切れるよっていうことですね。1、2、3、4、5、6、7、8。つなぎですかね。なるほどな。うまかったですね。すごくうまかった。っていうかここのラインが白地になったらちょっと負けてるんじゃないかっていう気がしますね。6、7、8、9。こうやって広げていく感じですか。隙がないですね、お相手の方に。1、2、3、4、5。細かそうなんでね、これはちょっとやっていきたいと思うんですけれども、ここは1、2、3、4、5、6。こんなもんですか。7。手がないですかね。そんなもんかなという気がしましたね。そうですね。まあここを打っとくのも大きいし、ここ引っ張るのも大きいのかな。1、2、3、4、5。これ結構大きいですね。打っときましょうか。これが効いて、次切りがありますよってことですね。まあ繋いどくぐらいでしょうか。1、2、3、4、5、6、7。ちょっと難しかったですね。これを押さえておくしかない。これが多分一番大きいから次来られるんじゃないかと思います。はいね、これも大きいですよね。これも受けないとしょうがないような気がするので、受けぐらいに変わるところだと思いますね。で、多分こう来られるから、それも決めて、はい、次ぐらいですね。でこうかな。弾いたらこうになるんですが、コウ材はどうなんでしょうか。1、2、3、4、5。そちらも大きいですね。なるほど。これに対しては、まあ黒もここにやっていくよりない感じですかね。抑えつなぎになるところですけど、結構大きくなりましたね、中央が。いや、中央まとめられたのうまかったですよね。もうちょっとね、白地がここつかない予定だったので、この1目取られたのやっぱ結構、1目っていうか、このラインでね、こうまとまらせてしまったのは、1、2、3、4、5、6、7、8、9。
失敗だったなと思うと同時にうまくやられたなって感じですね。7、8、9、はい、これを抑えるしかないですね。そうですね、どこが大きいんですかね。3、4、あ、そこですよね。そうそう、そこが大きいと思います。まあ、つなぎぐらいですかね。1、2、3、4、そうですね、つなぎぐらいですよね。1、2、3、ぶつかってこうやってこうやれば、そうか、目だから、はい、白は心配ないですね。失礼しました、大丈夫。あー、ちょっと待って、わかんない。あー、なんだなんだなんてところを打つんだ。はい、まあこの白は生きているということで、1、2、3、まあ小寄せなのでね、最後までちょっとやっていきたいと思うのですが、はい、つなぎ、まあこれも一ので打っちゃいましょうか。羽も大きいですかね。押さえつなぎだとで、これが先手になるような意味があるので、あ、ちょっと油断ならないですかね。1、2、押さえつなぎで4、5、6、これちょっと待ってくださいね。1、2、3、4、5、6、7、8、え、ちょっとやっちゃいますか。これはなんかね、要するに白がこうやってこうやってこうやれば目なんですけど、こうやこの玉が詰まれば黒からこうやってこうやる筋が生じるんですけど、ただこうなるんじゃないかって気がするんですよね。まあ、ここで連絡できれば、白が押さえにつなぎでどっちかが切れる形なので、ここ自体はまあ分断できているので、多分これは時間つなぎだと思うんですけど、この中の白が生きるかどうかですね。ここにこの一発が来たことで、ちょっとこのダメ詰まり具合が生じて、この死活関係とこの死活関係が今絡んできたということですが、ここで投了ということになりました。ちょっと私自身もいまいちちょっと状況が把握できてないんですけれども、ちょっとこれから振り返ってみていきたいと思います。はい、というわけでこれから振り返っていきたいと思います。いや、今回のお相手の方とても強いですね。まあ、このまま打っていたら地合いはね、私はっきりと足りなかったので負けていたところだったのですが、まあ、ここでなぜか白が投了したと。で、何が起きたのかっていうのを今から解説していきたいと思います。まあ、とりあえずですね、今ですね、まあ、ここ黒の割り込み、押さえ、つなぎになった時に、まあ、白のこの手に対して、まあ、黒がこのように打って、まあ、切れる状態になってしまいました。で、真ん中の白、今部分的に目がない状況です。で、この白を生きるためにはこのように打てばここに目ができますね。出ても押さえてここに目ができます。ところがこの白を生きている間にここに打つ手が発生してしまいましたね。抜くとここに打たれてこの白が死んでしまうと。というわけで白は今の手が打てなくなってしまいました。このように打ってもここに打たれて、まあ、結局黒のこの手がある以上こう打たなければいけないのですが、この出からこのように打たれて、やはりここにもこうだし、まあ見合いですよね。白こちらには黒こちらで死んでしまっている。まあ、この白が死んでしまったということで、まあ、お相手の方ね、すごい手の見える方なんでパッと投了されたんですね。じゃあ何が問題だったのかっていうと、実はもう本当にうっかりしやすい形なんですが、私の黒のこの羽に対して押さえてしまったことにより今の手が発生してしまったんですね。つまりこのつなぎが黒が先手な形になっちゃったんですね。なのでこの押さえた手でここに抜いていれば、こう打たれてもこれでね、逆打ってもこれで生きてますから、
この手で抜きをもし打たれていたら、この碁は私が負けていたと思います。本当にね、厳しい戦いでした。それではご視聴いただきありがとうございました。